北陸新幹線は現在のところ明日以降も通常運行を予定。 JR 東日本管内の県内の在来線は計画運休の予定はないものの、明日から来月3日まで遅れや行き先の変更、運休が発生する可能性があるとしています。ホームページなどで運行状況を確認してほしいと呼びかけています。一方、西日本や東海、関東では鉄道や高速に影響が出ています。